曲はアニメ音楽からドラえもんをお送りします。2018年3月に公開された映画ドラえもんのび太の宝島の主題歌としてシンガーソングライター星野源さんによって書き下ろされましたよね。その後2019年10月からはテレビアニメドラえもんの主題歌として幅広い世代に親しまれている楽曲です。ドラえもんの世界が目に浮かぶようなユニークな歌詞と優しい曲調で子供から大人まで思わず口ずさんでしまいます。曲の感想には過去の主題歌を取り入れたフレーズも登場します。心が踊るリズム、どうぞお楽しみください。それではどうぞ。
バックからドラえもんをお聴きいただきました。なぜかドラえもんの曲聴くと心が温かくにこやかな気持ちになりますよね。